今週のおまけです。今週のおまけはですね、ミラクル三井さん、初めての方でしょうね。これ男性40代大阪府、お問い合わせはですね、京都一区選手の伊吹先生は個人的には好きな政治家ですが、年齢的に次期衆院選は出ないかもと考えています。仮に出ない場合には京都一区といえば南区を含む選挙区のため、南区育ちの西田先生が出馬という選択肢はないんでしょうか。ありません。全くありませんし、その伊吹先生にご無礼であります。そしてご無礼ついでにもう一つ、同じくミラクル三井さんがですね、京都府選挙区選出の衆院議員に民進党の前原議員や山井議員がいますが、西田先生が資格として同じ選挙区に立候補して落選させる手はないでしょうか。ございません。これもですね、まあ、こういうことをおっしゃる方いるんですけれども、私は何度も言ってますけれども、要するに州と3で言えば、州と3それぞれの役割分担あるんですけど、私は3というですね、長期的にこの議席の安定したところで、徹底的にですね、日本の、長期的な方向性について、本質論について議論したいと思ってるんですね。でそのためにわざわざ国会議員に立候補してるわけなんです。で州はどうしてもですね、この目先の、そしてまた選挙区自体が小さいですからね、そういう、このその時の空気や、ね、まあ、あのトレンドに流されてしまうし、どうしてもそういう流されざるを得ないところがあるんですよね。ですから私のような人間が長期的に存在しようと思うと、これは州ではなくて3でなければならないと思っております。そして3でなければできないことを発言しですね、仕事としてやっていくつもりでいますんで、どうぞ参議院から追い出すような話はお話にならないように、引き続き参議院でご支援いただきますようお願いします。ありがとうございました。